お前が太田か。対馬に送った石膏を全て切ったぞ。コトゥンハーンは死んだ。あやつの兵も敗れた。明日幾千もの武士が息に集う手はずだ。くだれ、命までは取らんぞ。苦しかったの。飲め。一息に殺せばよかろう。客を害しはしない。義務でない。まだ先は長い。決して潰れんぞ。とうに潰れておるではないか。さあ己の霊魂を地の底へ送ってやろう。己が先祖の裁きを受けるがよい。ちゃんと聞くと思ったの？そこらの船を借りたんだ。どうした？何かされたの？大田家族の長に飲まされたようだ、毒を。あいつらが戻る前に薬師を探そう。太刀はどこへやった？近くを探してみなよ。大田家と猛虎兵はどこだ？さっき外に火をつけたんだ。あいつら調べに出た。さて行くぞ。こっち。行くと狭すぎたが、境取りでは無事であった。ここのこと父が建てた。そりゃそうだ。猛虎に抗ってる連中はいるのかね。どうであろうな、知らん。味方はいないってことか。ああ、酒井家への恨みも深い。助けを得るのは難しいな。お父上のおかげ。この門開けるよ。他の侍はいつ着きそう？他の侍？誰にも伝えておらんぞ。おじ上にさえも。父親はここで死んだの？いや、谷で不意をつかれた。あんたもいたんだね。こっち。どっち？この向こうに渓谷が。そこから逃げよう。なるほどね。先に行って。父親を不意に失って、その辛さ抱えきれた時に辛く思う。崖を降りられるね。ねえ、何が見える？なぜ手を貸さなかった？父上、見殺しにしたな。
お助けしたかった。見てたんだね、殺される様を。何か妙だ。己、これも毒の。心の目は開いたか。この幻は始まりに過ぎぬ。我が助けなくては恐怖と苦痛の海に沈む。我が先導を務めよう。うちに秘めたる罪を清め、生まれ変わるがよい。我が樹脂のいずれもが通ってきた道だ。そうして島を我らがものとし、己の父の意志を継ごう。息の海賊を残らずなぶり殺せ。父の無念を晴らすのだ。魂がさまよっておる。我が子に全てを授けたかった。だがあやつは武士になれん。か弱い。ジン、そこは危ない。こっちだ。今参ります。父の疑いを己自身が証明したのだ。武士なら父を見殺しにするはずがない。父上の亡骸を乗せて船で対馬に戻った。生き恥をさらして奴はもろく弱い。戦で死ねば堺の家は耐えてしまう。父は己を連れたくはなかった。己がおるだけで家名が怪我されるからだ。嘘だ。ジン、急げ。お待ちを。父上、してやられた。全て賊どもの計略。我が兵が討たれる。父上、ジン、後ろ。今少しだ。己が父を死なせた。違う。お前は死ぬのが衆生のためだ。父上、生きてるか。大高は近くにいる。ひとまずここから離れるぞ。まだ青ざめてるな。しばらく休め。何者だ。答えよ。その言葉つき、ここじゃ通用しない。対馬だと思うな。幻が何を言う。太刀を抜け。切って確かめてみるか。代わりに答えよ。露の森の戦はどちらが勝った。戦の前、10日以上雨が降って、大水で侍も島の者も死んだ。どちらも負けだ。俺からも聞かせてくれ。侍が息で何してんだ。大高が対馬に石膏を送り、俺はその所業を見た。奴らを止めねばならん。では毒のことも知ってるんだな。
あの毒はこの身に回っておる。サリトで気は確かなのか。そんなやつ初めてだ。いかほどで毒は消える。消えねえ、おそらくは。では耐えるほかない。モコはいつからおる。一月だ。俺の仲間は抗ってるが、ほとんどの奴らは殺された。俺も手助けする。ホタカを退けよう。侍が賊を助けるって。大鷹を倒すためだ。名を言え。ジン、槍川の手だ。しばらく考えさせてくれ、槍川のジン殿。答えもせずに立つのか。生き残りを探すのさ。あんたも正気づいておけ。話がしたかったら西の浜辺にある小屋に来だ。その前に毒で潰れてなきゃいいけどな。潰れぬ。気を休めてから天蔵に会おう。大鷹族から息を守らねば。